ボナセーラートライブチャンネルをご覧の皆さん、どうもご無沙汰エブリです。いやー、皆さん大変長らくお待たせいたしました。さあ、私このエブリーがなんと、トライブチャンネルの初企画チャレンジさせていただきます。エブリー、さあ今回私何も聞かされておりません。このカードが用意されておりますけれども、怖いんだよね、このね、トライブチャンネルのね、プロデューサーね、本当昔からね、鬼の発注って言ってね、みんなね、結構ね、何やるかドキドキなんです。ピン。お、グランパ中野店さんで 8.18 火曜日、え、バトルトライブ101、バトル強いですかって。俺これまでにバトルで勝った試しありますか。あのね、バトル以前にぶっちゃけ言っていいですか、俺ここだけの話、スロット下手ですからね。2枚目のカード、はい、ドン。対戦相手、きたー。もうこれ伝説だね、もうエブリー VS マリモ。マリモに一言、あ、どうもご無沙汰してます、相変わらずお忙しいみたいで。いや、そんな一言じゃないよね。いや、久々にね、もう本当にプライベートでもお仕事でも、もう全然ね、やっぱり今会えてないので、ちょっとこれすごいね、楽しみでもあり、やっぱり今まで結構ね、勝った思い出あんまないですね。ここはね、運で勝ちたいと思います。さあ続きまして3枚目のカード、同店舗での別日収録となります。当日の、戦略を教えてください。意外とプロデューサーまともな質問してきますね。僕が、8.18 でしょ、でマリモさんが10日後の 8.28 なので、まあ、僕が10日前にちょっとね、実践をさせていただくということで、これはね、やっぱ不甲斐ない姿見せられないよね。俺がだってもうマイナスになってたら、マリモさん多分もうやんねえよ、あんな下手くそなん、やだよ、なんで負けてるやつと俺戦わなきゃいけないの、絶対言うからね、あの人ね。なので、やっぱマリモさんがテンション上がるような、まあだからもう最悪負けたとしても、そんな言ったのみたいな、そんな相変わらず下手くそだなっていうぐらい、上でも下でもジャブジャブいきます。俺さ、ぶっちゃけ、まあグランパさん久々行くんですけど、まあ、これまでの実績経験値からいくと、グランパさんは俺だって 8.18 でしょ、やらないと。さあということで、私エブリーは 8.18、 そしてマリモさんは 8.28、 グランパ中野決戦、熱いよ。さあそれではね、最後の1枚のカード、にん、エブリーさんといえばエンジョイスロットですが、何これ、出た、最後の最後にこういうのぶっ込んでくんだ。やっぱ忘れてないね、エンジョイスロットの、これ何、これ大喜利的な感じ、これ突然かよ、エンジョイの縁も竹縄ですが。ジョリジョリしたいって何よ、ジョリ、ちょっと待って、エブリーとマリモのジョイント企画、いい戦いにしてみせるばい、チャオ。いまいちだな、まあでも実践で見せてやりますからね、お楽しみに。皆さんぜひ 8.18 そして 8.28 グランパ中野で皆さんのご来店お待ちしてます。